あのその人ん家に勝手に入って住んでる人っていうのにインタビューした記事があって、要はその人が住んでるところで仕事してる最中とかにこっそり入って冷蔵庫のものとか食ったりしても結構バレないよねっていう生活をしてる人がいて、で前にね、そのニューヨークのマンハッタンかなんかでなんか家の冷蔵庫の食べ物が勝手に減ってって、たまにそのなんか見知らぬうんこがその台所にあるみたいな人がカメラをつけてたら、その天井裏から人が降りてきてなんか普通に飯食ってるっていうのがこう映像で出てて、ホラー映画並みですげえ面白かったんですけど、っていうのをね世の中にいたっていうので、まあ十分面白いんだけど、でその記事の中で面白かったのが、今コメントで書いてるのもあるんだけど、その人ん家入って屋根裏行こうと思ったら屋根裏にすでに先客がいたっていう、っていうのでね、あの世の中ってすげえなっていう。いやだからあの本当ホラー映画より怖いよね。だってホラー映画とかはさ、所詮幽霊だけどさ、人間住んでてさ、しかもその先客がいたれってさ、もう2人も住んでるわけでしょ。よほど家広いのかね。まあ、なんかあの田舎の方とかって結構あの建て替えをしちゃって新しい方の新築の方に住んでて、古い方の家って住んでないけど、まあ、あの荷物置きに使ってるみたいな家って結構あるんですよ、田舎って。まあ、あの僕のその北海道の西村牧場の知識で喋ってますけど、っていう感じで、そういうその誰も住んでない家っていうのが結構ちょこちょこあったりするので、でそのまあ仕事だったり農作業中とかって、あの毎日ルーチンワークしてる人だとこの時間いないよねって分かってるので、その間にその母屋の方に行って食べ物食ったりとか風呂入ったりとかっていうのをしてるっていう、そういう生活をしてる人がいるよっていうのを、なんか記事についてコメント書いたら、そのあのケンスーさんっていうあの漫画ゴロの人がいて、その漫画ゴロの人がヒルっていう映画が、あ、漫画が似たようなテーマで面白いですよって言ってたので、であの面白いと言うからには読んでやろうと思って、そのアマゾンのそのヒルの電子書籍をそのウィッシュリストに入れたんですよ、わざわざ。僕ウィッシュリストとか使ったことないのに。でウィッシュリストを作ったら、そのアマゾンってその欲しいものリスト、ウィッシュリストって電子書籍は入れられないみたいなんですよ。でなんか電子書籍だから送れませんでした残念みたいなことをケンスーさんが書いてたので、あのアマゾンギフトで全然大丈夫ですって言ったら、あのケンスーさんアマゾンギフトくれました、5,000円分。はい、ケンスーさんいい人ですよね。いや言ってみるもんだよね。はい、で漫画の方のヒルはね、途中までは面白いんだけど、その人ん家に入って生活をするっていう話で、で主人公の女の子がたまたま家出をしてる時に、そのバスがその乗る予定だったバスが事故でみんな死んじゃって、でみんな死んじゃってるからその子も死んだっていう風に報道されちゃって、一応戸籍上死んじゃったことになってるから、まあ自由にその人ん家入って生きていくよみたいなストーリーなんですけど、でただね、僕そのストーリーだけで十分面白いと思うんだけど、そのまあヒルと呼ばれるその家に寄生している生きていく人たちが何人もいて、その人たちの中のルールとコミュニティがあって、でなんかもうあの、まあ、戸籍がないんだから殺したり殺されたりしても警察動かないよねみたいなのになっちゃって、ちょっとねあの非現実的すぎるラインまで行っちゃったから、これはね現実プラスアルファぐらいの方が面白いんじゃないかなと思ってます。はい、に住んで YouTuber の方が流行るかもね。その要は録画して、でその家もう二度と行かなければいいわけじゃん。今日はこの屋根裏に住んでますって言って、こんな感じの家であのなかなか快適ですみたいな、完全にその犯罪の中継なんだけど、どうなんだろうね。でもそのさ、あのまあご飯食べちゃうとかは多少そのご飯なくなったとかだけど、その屋根裏に人が入ってさ、そう仮暮らしするぐらいだったらさ、その人に本当に迷惑はかけてないじゃん。そのあの知ったら気分は嫌だと思うよ、あのそのここに屋根裏に人が住んでるって知ったら。でも知らなかったら実害ないからさ、なんか屋根裏住んでみたをずっとこう不定期で上げてく動画をやるんだったら結構ウケるんじゃないかな。でこれをなんで僕が今言ってるかっていうと、あの YouTube って犯罪をやった場合バンになるんですけど、でも要はさ、例えばさ友達とかにさ話して屋根裏に勝手に入り込んだ体で動画撮るんだけどいいって言って OK 取ってくれたら、実は法律上何の問題もないわけじゃん。その例えばさ、あのドッキリみたいな動画っていっぱいあるんだけど、まあ、テレビ番組でもあるんだけどさ、基本ドッキリって全部仕込みですよ、嘘ですよ。だけどさ別に気にしないで見てるわけじゃん。だから別にあのやらせだって、あの本当の動画撮ったとしてもやらせだって書かれるし、まあ、やらせで動画撮ってやらせって書かれても別に実害ないし誰も困んないし、それで動画の再生数回るんだったらいいんじゃないの。だってほら夢を壊すなって言ってるけどさ、そう時間を止めてみたみたいなアダルトビデオがさ、本当に時間が止まってるわけないでしょまあごめんね、信じてる人いたら本当に。
あるんですよ、そういう動画シリーズが。あんまりね、そういう話をするとね、子供向けによろしくないのでやめますけど。あれ止まってるよ、犬が動いてたしね。そうなんだよね。人間は止まってるけどね、なんか普通に風とか吹いてたりして、なんか揺れたりするんだよね。まあ、ある意味あれは僕、あれはあれで面白いと思ってね、時間止める系の9割はやらせ、そうですね、9割ぐらいやらせだと思いますよ。はい、だから本物は多分1割ぐらいなんで、みんなで1割の本物を探してください。はい、あれは9割は本気、1割はディオ定期。はい、あ、水曜のダウンタウンをやらせだとしても